現在5000人までとしているイベントの入場制限を来月1日から緩和する方針です。しかし、西村大臣はイベントを緩和すれば東京からの移動も含めて人が動くことになると指摘し、緩和を見送ることも含めて再検討する考えを示しました。